ということで始まりました。はい、ということでですね、今日は新世界オンエア L7、はい、という会場から、お送りいたしております。はい、もう今日はちょっと忘れるうちに先に行こうかな。あとでいい？タイトルコールから。タイトルコール、いつも全部番組終わるまで言わへん時あるからね。はい、じゃあ行きますよ、はい、FM 超宇宙通信ぷかぷか、イエーイ、拍手してちょっとだけ、イエーイ、来た来た。はい、ということで皆さん聞こえてますか？大丈夫ですか？聞こえてる、小さい、声小さいような気がするな。もう少し上げてもらえます？マイクを。はい、はい、ということでですね、さあ、いよいよですね、我々この4人といえば関西軽音楽クラブオーケストラのメンバーでもあるんですが、はい、テレビ大阪で第2期のですね、それいけ電波とカモンチューンが始まります。始まります。そしてもうすったもん出してテレビ局と思って大変やったり、こうおいおいちょっと鬱になりかけてんけど、マジでマジですよ。もうやめようかな、またね、ワンクールちょっと怒らそうかな思って3日ほど前。あそやけど、はい、あかんかんと、いかにしてやるかっていうことで進めてですね、ちょっと努力も、徹夜3日4日させてもらって、本日本編が入りまして、はいはい、来週は MA というのが作業があり、最後に僕が OK 出すっていうチェックを、セット曲の方も OK 出すっていうね、最終の審査があるんですけど、そこまで行きました。2期目の一発目入ったらもう最後まで行きますんで、はい、はい、おめでとう、おめでとう、おめでとう。結構大変なんですよ、テレビって。ね、見えへん部分でいっぱいね、戦いがこう、ね、あるんですけど。だからこの FM チャオのこの番組は、もうむっちゃ好きなんですよ。好き好きに喋っても、喋らせてもらってて。そうです、そうです。ね。まあ、どうやった？どうスタートして？どう？いやー、いろいろあるしね。やっぱり新しい取り組みもあるのでね、いっぱい楽しみにしていただけたらと思います。まあ見てもらったら分かるんですけど、不思議ちゃんはいいですよ、不思議ちゃんは。あ、そうですね、綺麗な声で言ってるから。あの隣のね、磯の後書いてミクちゃん、岡山からわざわざ出てきたのに、この公共の電波で酒焼けの中の酒焼けみたいなバッセルさんとおばばのように、そうそう、ほんまに本収録なんだけど、ほんまにこんな声でって、これをいきなりさらすという ねやばかったですよね。テレビ大阪さんも OK とか言うときだから、ほんまに OK なと思って、めっちゃ面白かったから、すみません。多分な、かわいそうやったからしなきゃ、カットされてるとこあった。ありました、オープンだよ、ちょっと確認しましたって、もうすいません、もうね、ね、なんか落ちます。でもなんか かわいいから、まあ、OK じゃない？ OK な、ね、ただみんな、見てはる人は、あの声やって、もう完全に思っちゃうね。認知されるよね、それでね。ちょっと、どうしたんですかみたいな、一人だけね、もう、まあ、おばちゃん声みたいな。見どころたくさん。そして竹山直之が全部、はいはい、司会、メイン司会なんですけど、はいはい、一番のこうムードメーカーなんですけど、今回はですね、はい、キャストの方に参りましてですね、はいはい、ダジャレを言いまくりたいと、言いまくりたい、ね、ちょっとそれ言うことは、そうですね、はい、普通にちゃんとしてるところはちゃんとしてるんですよ、皆さんね。ハメを外すところは外してますので、はい、ちゃんと外すって何？ちゃんとしてる段階でダジャレしか言わへんから、はいはい、問題ない。そんなことないですよね、皆さんね。ピー言うとるよね。ピー言うてます。めっちゃいいタイミング。私がやっぱダメか。タイミングよ、タイミング。はい、ね、はい、でも今日ここのライブ会場に出ていただいてる、はい、杉さんって、ゆうなさんとか、うん、ヨッシーさんとか、はいはい、ゆかさん、あとから出てくるゲストのゆかさん、はい、そして高島君、はい、まあ、みんな見てますよね。はるかさんもね。はるかさんも、はるかさんなんかもう一番目から見てますからね。めちゃいいね、はいはいはい、印象の悪いところに、うん、むっちゃ目立ってたよな、さっきちょっとチェックしたけど。いいですね、ビビりました。はるか、はい、手あげてる、手あげてる。おる、出すぎや、出すぎや。出てないもんかな。ということで、はい、1曲目いこうかな、はい、この後ね、はい、ゲストを迎えて、はい、2組迎えて進めていきますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、1曲目は関西軽音楽クラブオーケストラで、はい、僕の
壊れたオルゴールです。はい、どうぞ。どうぞ。じゃじゃーん。
が入ってる。はい、はい、ありがとうございます。かっこええな、かっこええわ、歌ってる人めっちゃかっこええわ。誰やでしょうね、歌ってる人。誰やろうな、ね、誰が歌ってんねやろ、分かれへん。なんか隠れてきた。はい、カエル歌が入ってしまったということで、本日のゲスト、はい、拍手でお迎えください。拍手、はい、ゆかさん、ちっちゃいよ、見えへんけどね。見えへん、どこにおんねん、どこや。ゆかちゃん、ゆかあ、ゆかさん、おったということで、ゆかに星マークみたいなやつがついて、はい、ゆかさんです、どうぞ、はい、どうも、はじめまして、はじめまして、ちゃうけど、はじめまして、はじめまして、改めまして、ゆかです。はい、よろしくお願いします。ゆかさん、ゆかさん、ちょっと自己紹介してほしいんですが、はい、星座と血液型聞いていい？あ、全然いいですよ。いいですよ、はい。お星座は？お星座はヤギ座です。ヤギ座。はい。ヤギ座か。そうなんです。おー、はい、初めて会ったかもしれない、僕の。え、そうなんですか？あ、割とヤギ座。うちのパーソナリティヤギ座。ヤギ座3人おんの？ヤギ座の司会さん。じゃあ、誕生してる？血液型は？血液型 AB 型なんですよ。AB 型。うわ、天才の AB やな。天才の AB 先生。天才なんだ。ちょっとした衝撃ですよ。僕親友がね、はい、おるんですけど AB 型なんですよ。ああ、なるほど。なるほど。じゃあちょっと質問していきたいと思います。この後ね、ライブに入っていくんですけども、うん、そうですね。ご自身でご自分の性格を、性格、はい、ちょっと来場者の方々にちょっと、はい、紹介してくださ、はい、私めっちゃなんか慣れてる人にはえ、そうなんてめっちゃ言われるんですけど、うん、めちゃくちゃ人見知りで、うん、だから、まあ、こうやってねお話しさせてもらってると思うんですけど、うんうん、多分個人的に話しに行こうってなったらすごいなんかたどたどしく行っちゃう。あ、なるほど。皆さん聞きましたね、私は人見知りだから話しかけてこいと言っておられますんで、よろしくお願いします。フリですね。ゆかを見かけたら話しかける、はい、OK？ ミク OK か？ OK！ 不思議 OK か？ OK！ マルシさんほな、もういきなりちょっともうね、はい、曲が、はい、あれやからな、もうこの後あれやから。仕事はちなみに、はい、聞きたい、聞きたい。 さっきはるかさんにも言われたんですけど、はい、はい、工場のお菓子の製造の仕事を、うん、はい、お菓子、はい、あ、はい、僕も昔ね、はい、ラムネ屋の工場でアルバイトしたことある。ですか？むっちゃお菓子のニュースね、ずっとずっとお菓子のニュース。それがちょっとおかしいちゃいます？面白くない。ちょっと見てこの反応誰一人笑ってない。一回挟んどかんどうと思ってね、はい、クッションみたいな役ですから。ゆかさんのイコメントをなきに。いやいやいや、じゃあいや、面白くしてくださってありがたいです。ありがたい、ありがたい。いやいや、それほどでもなかなかやるね。さあ、それでは、質問を一つしたいと思います、はい、番組からね、はい、ゆかさん、ゆかさんはミュージシャンなんですが、はい、地球上に不思議とミクしかいません、はい、3人しかいないときに、はい、歌ってます、はい、そこにですね、一緒にハモってもらうというか一緒にバンドをする、その信用できるとしたら2人しかいません、まあ、どっちも信用したくないとは思うんですがどちらかといえば、究極の選択なんですかね。どっちだ、どっちだ、どっちやろう。あ、答えてもろて。でも2人とも多分違う色あるんじゃないですか。なんか両方落としたいかもしれないです。私肯定も否定もしない方に来ましたね、これね、完全に、はい、ということで、じゃあゆかさんのライブを皆さんにお届けしたいと思います、はい、じゃあライブの方、準備の方お願いします。はい、お願いします。いらっしゃい。あれまびっくりした、びっくりした。言いにくいやろうな、思ってね。元気にしていますか？
じゃあ2人目のゲストです。イエイ。はい、目下失恋中のヨシです。よろしくお願いします。ヨシ、はい、失恋はな男の仕事や。え笑えよ。笑ってる、笑ってる、笑ってますよ。ということでね、はいはい、元気ヨシ、ヨシ元気、やりていきましょう。元気出していきましょう。ヨシのマイクちょっと上げてくれる。ヨシさん声ちょうだい。はい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 、はい、じゃあ僕はこのヨシにとどめをさすべき、はい、ちょっと質問したいと思います。いろいろ曲なんですが、いろいろあるんですが、もう一人ずつね、はい、質問ちょっとしてみたいけど、はいはいはい、ヨシの、はい、ほんまの女の好みをちょっと聞きたい。ほんまの好み、もうこの際、はい、この際、はい、やっぱり優しい人がいいですね。似てない。まだそんな夢を見てるのか。あとよく話す人。よく話す人。あ、その人はたくさんおる。ほんでほんで。はい。何はい、以上ですか。もう女の時代は終わった。男に初期の晴れ。ね。いっぱいあるね、はい、男ほら会場にいっぱいいてる。いやいや、全部詰まんじゃえ。はいはいはい、オッケー、ほんなら、はいはい、じゃあ僕から、ね、はい、はい、ヨッシーさんのね、普段のお仕事、またなんかやりがいとかね、あったら教えてほしいです。そうですね、はい、実は仕事は公務員事務をやっておりまして、はいはい、役所の事務をしております。いいやはり、いや、日夜大変ね、いつも帰りが遅いヨシーさんです。ね、やっぱりいろんな市民が来られるので、その人の役に立てればなと思って仕事をやっております。はい、はい、なのでそれダジャレはないんか、うん、あ、僕ですか。ないか。はい、一旦スルーさせていただきます。ない、ない、ない。ほら、不思議城が皆さんに、はいはい、次ちゃうわ、次ミクちゃん。え、ミクちゃん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 行こうか。はい、はい、はい、ちょっと聞きたいのは、ヨッシーさんのオリジナル曲あるじゃないですか。はい、はい、こう皆さんにこう伝えたいメッセージというか思いみたいなのをちょっともらえたら。そうですね、エールを見てね、みんながエールを与えていけたらいいなと思います。話や、はい、リクだけ、リクだけものすごいいい質問してる。なんでそこすぎだってんの。いいことをこう聞き出せたらいいかなと、ね、みんなに応援を、人柄というか、応援できるね、はい、エールを送りたいと、ね、きっといつか、祈るよと、はい、いうメッセージを込めてね、あ、この後歌ってもらうんですけども、はい、はい、それで、はい、もうずっともうさっきから食べたいって、自分で持ってきたお土産を私食べたいから、3つ私食べたいってずっと言い続けてる。みんなに、そう、今日出てくれた人に、ね、ね、配ろうかなと思って持ってきたんですけど、タイミングがちょっと延長していいから質問しようか、はい、これ後で皆さんに配るね、配るね、じゃあ行きますよ、はい、ヨシさんがね、お団子さんなんですよ、はい、で、私が、うん、そう、お団子を食べるんですけど、その時ね、最後に食べられる前にヨシさんが言葉を叫ぶんですけど、それは何て言いますか。おかようか、なんて叫ぶんですか。ヨシがお団子さんになりました。そのお団子を不思議ちゃんが食べます。その時にヨシが叫ぶ最後の一言、ランバズマの叫びやな、なんて言うの。なんて言いますか。それはね、お僕の壊れたアルコール。台本ないのに台本みたいな。はい、ということで、はい、じゃあヨッシーさんのライブです。じゃあ温かい拍手でお願いします。はい、はい、どうぞ。お願いします。心に刺さるする
はい、ということで、はい、この曲が始まってヨシーとね、はい、ゆかさん、2人ともキーボードの弾き語りで、ね、ね、あのどっちもメッセージ性の強いアーティストということで、また今後も特集していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしますということで、はい、宇宙通信ぷかぷかといえばこのコーナーということで、うんうん、まあ、宇宙人がいっぱいあのパーソナリティやってますんで、あ、今日ちょっと代表選手2人、桃星人と、桃星人、不思議星人と、不思議星人、不思議星人、今ヨッシーにパイを渡そうとしましたね。パイじゃないよ。パイ、ヨッシーさっきみんなに配ったラスクです。どうぞ、はい、未来さんにね、はい、ということで、本日のじゃあ桃対、不思議、まあ、星人、よろしくお願いします。もう丸投げします。どうぞ。今のうちにラスクを渡しちゃうぞ。ラスクもらったんやけども、今のうちに渡しちゃうぞ。これウサギ製のやつですか？え、全然地球のやつです。地球のやつか。地球さんでウサギがお気に入りのやつ。うん、お気に入りのやつ。あ、私大好きなの。ここにね、地球にやってきて気に入った食べ物ってことですか？そう他になんかハマった食べ物ありますか？地球で、地球でハマった食べ物、塩辛じゃない、あれタコワサだ。タコワサがびっくりした、びっくり。どっちもあれやけど、タコワサが美味しくて、つまみが好きなの。でもあれって期限、油断してたらすぐ切れちゃうから、頑張って食べる。うさうさにはお持ち帰りはしないんですか？ママママウサウサとかに、ママウサウサに。ママはあんまり食べないかも。あ、食べないの？うん。私がいっぱいタコワサとか食べる。渋い、やっぱ酒飲みだめよね。渋いわね。しばらく、ね、まだ見守りましょう。しばらく飲む。タコワサ美味しいよ。じゃあ美味しいのは知ってますけど、美味しいよ、はい、知ってますよ。私も好きです。なんかね、私のパパもね、タコワサ大好きだったらしい。なんて？パパがタコワサ大好きだった。あ、パパも。あ、パパウサウサも。お母さんが言ってたよ。はい、ということで、今日もあれですけれども、じゃあ、桃対うさうさの今日の対決テーマ何にしましょう？今喋ってたことじゃないの？あ、まあ、まあ、これ決着はついてないんでね、まだ。意外と好きな食べ物。星の外の、星の外？星の、地球の食べ物で、私これ意外と好きです、うん、みたいなやつ。それ何が対決になるんやろ。誰が勝敗を分けてくれるんですか？これ視聴者さんですか？なんか来たね。なんか来たよ、これ。来たよ。なんかやってきたわ。もう逮捕や。逮捕される。わけわからんすぎて逮捕される。しげさんだけちょっと行ってきて。はい、ということで、はい、本日ももうね、あと少しということで、ありがとうございました。ありがとうございました。こんな調子でまた来月も、うん、来月もちょっとね、ちょっと、あれしようか、ちょっと今回反省しまして、今回ちょっと、次、脚本書くはちょっとだけな。な、どこ行くか分からへんから。な、な、そういうことで、みそらちゃん。はい、みそらちゃん。みそら、みくです。はい。みくちゃん。はい。その声。はい。どうするんで維持していくんか。いや、維持はしたくはない。ようちゃんさんとかめっちゃ心配してると思うよ。いや、でも維持されてる。どういう、どうなんでやろう。もうほんまにね、最近あらゆる人からなんか龍角さんのなんかあれとか、のど飴とか、のどスプレーとか、BB チョコラ BB みたいな、チョコラ BB めちゃくちゃ今お土産をいただいてて、早く直せよ。アドバイス、アドバイスしたんですか。直せよ。あ、終わった。また来週、また来週。